元同国代表の元サッカー選手。ポジションはフォワード。細長い体格のため、スピルロの愛称で呼ばれた1970年代後期から1980年代中盤のイタリアを代表するフォワードの一人。ラティーナとブレシアを経て、1977年にインテルミラノと契約した。そして466試合出場209得点を記録し、 1980年の彼のスクデット制覇に貢献した。イタリア代表としては61試合出場25得点を記録した。地元開催の1980年のユーロ80、1982年のワールドカップ、スペイン大会では3試合に出場、決勝の西ドイツ戦では82分に3点目の得点を記録、優勝を果たした。 1986年のワールドカップメキシコ大会ではグループリーグのブルガリア戦アルゼンチン戦でそれぞれ1ゴール韓国戦では2ゴールを挙げ合計4得点を挙げ得点ランキングの3位となった最後の国際舞台となった1988年のユーロ88ではグループリーグのデンマーク戦で途中出場から1ゴールを挙げ チームは準決勝まで進出した。現在は、チェーザレ・マルディーニと共にアルジャジーラスポーツチャンネルの解説者を務めている。ありがとうございます。